スノーマン渡辺翔太、誕生日にインスタフォロワー100万人突破解説から、わずか1日。スノーマンの渡辺翔太が、4日に、インスタグラムを解説。翌5日に、フォロワー数が100万人を突破した。渡辺翔太、インスタフォロワー100万人突破渡辺は4日に、インスタグラムを解説。初投稿では、アザーカットとコメントして、 自身のオフショットを公開し、ストーリーズでは渡辺翔太です。皆さんフォローお願いします。本物です笑いと、ファンへ呼びかけた。個人アカウント解説は、メンバーのラウール、メグロレンに続く3人目となり、ラウールはストーリーズで、ショッピーが、インスタにと反応。メグロもストーリーズに、ショッピーだと投稿し歓迎していた。アカウント解説直後から芝叩く間に、 フォロワー数が増えていき、翌5日の渡辺の誕生日に、フォロワー数が100万人を突破。ファンからは、おめでとう。早すぎる。1日で100万人。すごい。と、祝福や驚きの声が相次いだほか、最高のプレゼント、W でおめでとう。お祝い事が増えたと、喜びの声も続々と寄せられている。